ちは、トシです。今日から、お尻のエクササイズをやっていこうと思います。毎週上げていって4週で全部できるような、感じで上げていこうと思います。だんだん、ステップアップしていくんで、ついてきてみてください。それでは、1回目を始めてみようと思います。それでは、始めていこうと思います。まずは、仰向けに寝ます。そして、片足を上げます。伸ばしたまま上げます。で、反対側の足を浮かさないように注意して足を上げます。両手で抱えて OK です。それじゃあ、この体勢で30秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、じゃあ反対の足に変えます。このエクササイズでもも裏やお尻を、柔らかくしていきます。反対の足がこう浮いてこないように注意して足を上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。人によって硬さがあると思うので、このぐらいしか上がらない人もいれば、すごい上がる人もいると思います。自分がまあそこそこ楽にできる、きつくない範囲で足を上げていきましょう。それでは、次に行きます。次は足と足を合わせてこう座ってみましょう。で、この体勢から片足を後ろへ持っていきます。右足から持っていってみましょう。で、こういう体勢ができたら体を倒していきます。この状態で30秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。で、足を変えましょう。この後ろの足は、きつい人は曲げたりしても OK です。できるだけ、伸ばしていきましょう。で、前に倒れていきます。この時にこうならないように体を伸ばして倒していきます。じゃあ30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。じゃあ、次に行きましょう。また仰向けに寝ます。で、今度は膝を立ててお尻を浮
かせていきます。で、この体、お腹はまっすぐ、背中がだいたいまっすぐになるようにお尻を上げます。で、これだけでも、しっかりお尻に力が入りやすいんですが、少し外に足を倒していきましょう。この時にこう反らないように注意して外へ倒します。で、足の裏と裏が向かい合うかなぐらいまで来たら止めてもらって、このまま30秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、じゃあ足を戻します。で、お尻をゆっくり下ろしていきましょう。それじゃあ次に行きます。次は横向きに寝ます。で、足を上げて動かすので、下の足をちょっと前に出して、体がこうぶれにくくなるようにしておきます。で、上の足を上げていきます。ちょうどこのお尻の横にエクボができるような感じで上げましょう。あんまり上げすぎると脇腹に力が入ってくるので、そうならないようにお尻だけに力が入るような感覚を持てる範囲で上げます。で、この体勢で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回足を回します。今前回しをしたので、今度は反対に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で、前回しと後ろ回しを各10回ずつやるようになります。では反対の足いきましょう。下の足を少しずらして、上の足をお尻にエクボができるぐらいの範囲で上げていきます。この状態で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、上げるときにちょっとここにお尻横のところに手を置いとくと、お尻に力が入っているか分かりやすいと思います。それでは次に行きましょう。伏せます。で、肘をついて両足を曲げて、ちょっと足を広げます。膝、足の裏と裏がつくように、膝を広げたら、この体勢をキープして30秒1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、背中がこう丸くならないように、しっかり体をこうまっすぐな感じになるように起こしていきましょう。手の位置でまたちょっときつさが
変わったりはすると思います。その辺はっての一応調節してみてください。はい、今日は比較的軽めな5種類のエクササイズをやりました。お尻を鍛えていくと、姿勢も良くなるので、姿勢が気になる人も取り入れてみるといいと思うし、ちょっとお尻が垂れてこないようにしたいなとか、垂れてきたなって気になる人も、しっかりとやっていきましょう。じゃあ来週も同じ曜日で上げていこうと思うので、1週間同じことをちょっと試しにやって、体を慣らしていってみてください。じゃあね。